皆様おはようございます。ミカです。これがね、私の朝のウォーキングコースなんですけれども、お家に帰ったら今日はフレンチトーストを作ろうと思っていて、それが今から楽しみです。でね、このお散歩の途中に結構かなり近くを鹿が通ったりウサギが通ったりしてね、あっちに山が見えるんですね。他の上まで歩いていくのに20分ちょいかかるかなっていう感じで、皆様も一緒にお部屋にマットを敷いてヨガをスタートしていきましょう。では皆様、マットの前の方に両足を揃えて立ちましょう。朝の体を目覚めさせるように動いていきます。では吸気で両手を空で合わせます。手のひら同士合わせて視線も空、吐いてももの付け根から前屈、頭を下げます。吸って腰から背骨を前に伸ばして胸を開き、右足左足を後ろに下げます。この時かかとから頭のてっぺんが一直線になる一枚板のポーズになるようにしてください。次、膝をマットに下ろし、吐きながら肘を曲げて胸あご手と手の間に下ろします。ニーズチェストチン、背中に後屈を感じていきます。次の吸気、胸を前に送ってアップドッグ、お腹、胸、姿勢をさらにします。吐いてつま先をマットに突き立てて、お尻をさらにダウンワードフェイシングドッグです。もしこれが最初のダウンドッグであれば、軽く左の膝、右の膝曲げ伸ばしを行ったり、お尻を左と右に揺らしてあげながら体を目覚めさせていきましょう。指の間、足の指の間、手の指の間を大きく開いて、あともう一つ鼻から深く吸い入れて、全身の神経に合図を送っていきます。鼻から深く吐いていきます。頭は重たく下に下ろしておいてください。次の吸気、右足を空へ向かって蹴り上げて、吐いて右の膝を大きく曲げます。顔、左の肩越し、右のつま先を見るようにして軽く足首を回していきましょう。反対側にも回します。ちょっとね、回しにくい感じがすると思います。次の吸気、右足を空へ伸ばして、もう一度右膝を曲げたら今度は反対側、右側方向を見ていきます。吸って右足を空へ伸ばし、吐いて右足手と手の間に下ろします。左のかかとをマットに下ろして、両方の足でグーッと大地を踏みしめるようにして上体を起こします。戦士のポーズ1番です。肩周りをリラックス、肘が曲がらないように肘まで伸ばしていきましょう。可能であれば姿勢を空の方向、吐く息でお腹、胸、左側方向に開いていきます。今あそこに鹿が見えます。目の前を通っていった。で、右の足を左側方向に歩かせていきます。前の足、後ろの足が横一直線に並ぶようにして戦士のポーズ2番、お尻をもう一つ下げます。吸気で右の足を伸ばして姿勢も空にしてください。吐きながらつま先の向きをくるくると入れ替えて、左の足の方に選手のポーズ2番です。左膝を曲げてお尻を下げていきます。視線を左手指先にしましょう。右の足でマットグーッとして、右のももの付け根から足を外回しにするようなイメージです。吸気で右手を下げて左の腕を空の方です。左の体側がグーッと伸びるのを感じていきましょう。吐きながら両手を大きくくるくるっと回して、左足両サイドに下ろします。吸気で左足を後ろに下げて、でまたかかとから頭のてっぺん一直線、プランクポジションです。マットに両方の膝を下ろして、吐く息肘を曲げて胸あご手と手の間に下ろして、ニーズチェストチン。次、吸いながら胸を前に送り、お腹、胸、前側をね、体の前側を伸ばしていきます。
吐いて、つま先をマット、ももの付け根からお尻を空に運んで、ダウンワードフェイシングドッグです。もし軽く、足踏みしたいようであれば、左膝、右膝を簡単に曲げ伸ばししていただいても結構です。朝の体を感じていきましょう。では反対方向です。吸う呼吸、左の足を空高く蹴り上げていきます。でまず左膝を曲げて、ふう、吐く息です。お顔を右側に向けます。で、左のつま先が見えるかなと思います。見えたら足首をくるくるくると回してあげてください。反対方向も回します。少し回しにくく感じると思います。次の吸う呼吸で左足を空へ向かって伸ばして。で、吐いてもう一度左膝を曲げたら、今度は顔を左側方向に向けていきます。左の腕の下から左を見るんですけど、山がね、私の方から綺麗に見えています。はい。では吸って左足を空へもう一度伸ばして、吐く息使って左足手と手の間に下ろします。ステップイン。右のかかとをマットに下ろして、両方の足でぐーっとマットを押します。内ももを真ん中に寄せ集めるようにして、上体を起こして戦士のポーズ1番です。可能であればもう一つお尻の位置を下げていきましょう。胸を空の方向に広げていきます。吐いてお腹を右側方向に開き、両腕を肩の高さに下ろします。でここで左の足の位置を若干右側サイドに移動させていき、前の足、後ろの足が横一直線になるようにしてください。吸う呼吸で左の足を伸ばします。両手のひら空で合掌。つま先の向きをくるくるくるっと右側方向に入れ替えていき、吐いて右の膝を曲げて、もう一度戦士のポーズ2番です。しっかりと息を吐き切りましょう。で、ウォーリアー2番の時、左のももが内回しじゃなくて外回しにしたいので、ももの付け根からぐーっと外側にももを回すような感じです。モーニーモーニー Thank you 吸気で左手を下げて、右手を空の方向です。はい、リバースウォーリアー、吐く呼吸で両手をマットに下ろします。お散歩コースですね。皆さん右足を後ろに下げてプランクポジションです。で、ここまでで十分に体温まっている方、足を伸ばした便座でも結構です。私は最後もう一回、両方の膝をマットに下ろして、肘を曲げて、胸を手と手の間、顎も床、ニーズチェストチンを行っていきます。吸いながら手のひら、足の甲でぐーっとマットをして、胸の中心空へ広げるようにしてください。吐いて、つま先をマット、ももの付け根からお尻ソラーにして、ダウンワードフェイシングドッグです。もう一度ね、簡単に膝の曲げ伸ばしを行っていただいてもいいです。手の指の間を大きく開くことも大事です。大きく開いた手でマットをグリップさせるような感じで、握りしめるような感じで、腕を使ってみてください。ではもう一回ね、もう一つフローで動いていきます。吸う息、右の足を空です。吐く呼吸、右膝を大きく曲げます。で今度は、右側方向を見ます。右足、背中の後ろに下ろして、お腹胸空に開いてワイルドスイング、体ひっくり返していきます。右手をマットに戻したら、吸う呼吸、右足を空へ向かって伸ばし、吐きながら右の膝、左肘の方に寄せていきます、うん、左手が上がる方は左手を上げてみてください。左手マットに下ろして、吸う呼吸、右足を空へ向かって伸ばします。吐く呼吸で右の足を手と手の間に下ろします。このままお腹を左に開いて、ウォーリアー2で起き上がります。
吸う息で右の足を伸ばして、左手を下げて右手を空へ向かって伸ばします。吐きながらお尻を左へ突き出しながら、右手を右のすねの上、もしくは右足の内側、もしくは右足の外側に置くようにしてください。一個ずつ難しさが上がっていくので選んでいきます。ね、内側、外側、左手を空へ向かって伸ばしていきましょう。鼻から吸って、胸のね、奥の方に呼吸を送り届けます。鼻から深く吐いていきます。ゆっくり左手を腰の後ろに回して、姿勢を右足の親指の方にします。手の位置を若干右足より前にして、軽く右膝を曲げたら、ぐーっと右足でマットをして、左の足をお尻の高さへ持ち上げていきます。可能であればもう一つ右手の位置を前にして、右手の指先が右の肩の下に来る位置まで動かしていきます。まだ左手腰のままです。ここからお腹胸を左側方向に広げていきます。安定している方のみ左手を空へ向かって伸ばしてハーフムーン。もう一ついけそうであれば姿勢を左手指先の方にします。でそうするとね、かなりグラグラ感が上がってくると思うので、少しチャレンジを楽しんでみるようにしてください。 OK です。では左手をマットに下ろし、両手の位置は右足の両サイドまで戻していきます。左足を、マットの後ろの方でもね、そんなに後ろじゃないです。それより若干前に置いてあげてください。左手を右足の内側に置きます。右手をヒップに置いて、吐く呼吸、お腹胸右側方向にねじっていきましょう。右手を空へ向かって伸ばして、姿勢を右手指先にします。三角ねじりのポーズです。二つ呼吸します。鼻から吸い、鼻から吐きます。もう一呼吸です。鼻から吸って、右のももの付け根後ろに引きましょう。鼻から吐きます。はい、ではゆっくりと右手をマットに下ろしたら、両手を腰にします。このままぐーっと体を起こしていって、つま先を左側方向に向けます。両手を空で合わせて合掌。吐きながら両手を左足の方に下ろしてあげてください。吸う呼吸で左の足を空へ向かって蹴り上げます。反対側このまま行きます。吐いて左膝を曲げます。お顔を左側方向に向けます。で左の腰の骨、腸骨のあたりからぐーっと空にめくるようにして、左手もマットから離してひっくり返る。お腹胸空に向かって開いてワイルド。左手をマットに戻したら、吸気左足が空の方です。吐いて左の膝を右肘の方に寄せていきましょう。でこれだけで十分ですし、もう少しいけるようであれば右手を空へ向かって伸ばしていきます。ゆっくり右手をマットに戻していただいて、吸う息左の足が空の方です。吐いて左足を手と手の間に下ろします。右のかかとマットに下ろしたら、両方の足でマットをぐーっと踏みしめるようにして、一気に戦士のポーズ2番になります。吸う息で左の足を伸ばし、右手を下げて左の腕を空にします。吐きながらお尻をぐーっと右側方向に押していきます。左手を左のすねの上、もしくは左足内側、もしくは外側に下ろすようにしてください。右の腰の骨を内側に倒すのではなく、空に
開き続ける意識で、ポーズを続けていきますね。吸気右手を空に送って、三角のポーズ、トリコラーサラです。鼻から深く吸い入れましょう。呼吸のエネルギーを体の内側に送っていきます。そして、おへその奥から吐いていきます。少し下腹のね、領域を使って息を吐き切るようにしてください。では、ここからバランスポーズです。集中していきます。右手を腰の後ろです。で、左手の位置を若干前にします。左の膝を軽く曲げて、ここでぐーっと左の足で床を押しながら右足を上げてください。で、このままだと左手の位置が、軸足に近すぎるので、若干、左足より前に動かしていきます。ちょうど左の肩の下に左手指先が来るところが一番バランスが安定します。まだ皆さんは左手指先を見たままです。余裕のある方はここから先ほどの右の腰の骨、腸骨のあたりをぐーっと空の方に開くようにしていきます。なおかつ胸も右側方向に開いていく。でここまででポーズの土台がしっかりできて安定している時のみ右の腕を空へ向かって伸ばしていきます。でこれでもうすごく十分難しいと思います。そしてまだ安定している時のみ姿勢を右手指先にしていきます。吐いて1。さあ左の足がすごく使われていますね。吐いて2。左足でまたアクティブに押してあげます。バランス感覚も必要です。ゆっくりと吐いて右手が床です。頑張りました。両手の位置を左足の方に寄せていきます。両手がね、左足の両サイドくらいで、右の足を後ろに下ろします。すごく後ろではなくて若干それより前です。両方の足が伸びた状態、右手左足内側、左手を腰に添えます。吸って背骨を伸ばして床と平行のところが理想です。左のももの付け根を後ろにぐーっと引きながら、お腹胸を左側方向にねじっていきます。左手を空へ向かって伸ばして、姿勢も左手指先です。三角のポーズで2つ呼吸を行っていきます。鼻から吸って深く吐きます。おへその奥から吐いていきましょう。あと1つ鼻から吸って、左のももの付け根を後ろに引くように、そして両方の内ももを真ん中に寄せるように。はい、OK です。ではですね、一度両手を、左手をマットに下ろしていただきます。そして両手を腰に置き、内ももをぐーっと真ん中に寄せて、足を強く使った形で体を起こしていきます。ふう、両手を左右に開いていきましょう。右の膝を曲げて正面に戦士のポーズ2番です。ふう、吸ってリバースウォーリアー、吐いて両手をマットに下ろします。右の足を後ろに下げて、かかとから頭のてっぺん一直線プランクポーズ、体がね、余裕があれば、温まっていれば足を伸ばした状態で肘曲げてチャトランガ。吸い気アッパードフェイシングドッグ、吐いてつま先床、ももの付け根からお尻を空にしてダウンワードフェイシングドッグ。では、このね、ヨガでは最後のダウンドッグになります。十分に深い呼吸3つ行っていきましょう。鼻から吸って深く吐いて1。体が伸びる心地よさ感じていきましょう。鼻から深く吸って、おへその奥から吐いて、手でマットをします。かかとを床にして、足の後ろがね、伸びるのを感じます。ラスト1。
体の奥、深いところまで吸い気を送り届けて、そして一番奥深いところから吐いていきましょう。自分の持っている感情とともに体の奥深くから息を吐き切っていきます。はい、OK、お疲れ様でした。ではこの後はですね、このままチャイルドポーズに乗っていただくか、両方の足を手と手の間に歩かせていく、もしくはジャンプで座っていく。そして足を前に伸ばして、体の後ろに肘をついて、背中をバッと下ろして仰向けになってお休みをしていきましょう。最後のシャーバーサナです。体の背面をバッと矢付けて、もうに体をお休みさせていきます。使った足、腕、そして全身をリラックスさせていきます。もしこの後皆さんが外に出てね、太陽の光を浴びる時間があれば、太陽の暖かい熱のエネルギーも感じていきます。今日この後時間が十分にあるという方は、もう少しお休みを続けていただいて構いません。もしね、終わって日常生活に戻っていかれるようであれば、終わっていきましょう。最後はマットの上に座ります。両手が膝です。背中長く伸びていきましょう。では吸気、両手横から大きく回して空で合わせて合掌です。すべてに感謝をして、親指をハート、胸の前に下ろします。ではこの後も良いお時間になりますように。皆様ナマステ、ありがとうございました。皆様ナマステ。ヨガを一緒に行っていただいて、動画を最後までご覧いただいて、本当にありがとうございました。といつもね、言うの忘れちゃうんですけど、動画の下にタイムスタンプっていうのを貼ってあります。でその動画の時間のところをポンって押していただくと、皆さんが行いたい、ポーズのところに飛ぶことができます。一つ目のフロー、二つ目のフロー、最後の、クールダウンみたいな感じですね。動画の長さにもよりますが、その機能があるのでよかったら使ってください。そして YouTube のメンバーシップがありますので、毎週月曜日に新しい60分クラスを配信しています。とても楽しいクラスになっていると思いますので、ぜひメンバーになっていただいて、一緒にプラクティスしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。動画の中で説明している足の置く位置なんですけれども、分かりやすいようにマットにマークをしているヨガマットがありますので、詳しくは動画の下詳細欄をご覧ください。鳥の声が聞こえますね。では良い一日になりますように。ナマステー。